ネカミという作品を制作しました矢野穂波です。この作品は自身の生まれ育った島を舞台にして、父親の死と家の裏山にある火薬庫との関連性を描く作品になっています。基本としては点描を使って作画をしました。子供の無垢な心情や島の大自然、初めて目にする火薬庫の恐怖感など、動きで心情や描写をすることを意識しました。学生時代が終わり、働きながら制作した卒業後初めての作品になります。山村浩二監督にプロデュースしていただき、オープラクシノスコープ制作の最初の作品です。作る過程がとても楽しかったです。ご感想やご質問などありましたら、ぜひ教えてください。ありがとうございました。